はい、皆さんこんにちは。昨日ですね、公示試験が最初に開けたんですね。で、287名でした。で、昨年度から見たらちょっと増えたのかな。で、両目の合格から見るとちょっと増えたのかなっていうところでありまして、昨年度公示された方が受かったんでしょうね。で、そこで、まあ、うちのクラスからも受かったんですけども、まあ、これはね、正確かどうかというと難しいんでしょうけど、ただ実際から言うならば、昨年の秋生からですね、9月から始めて1回で受かったということで出ました。ただ今回はコロナって影響があるので、なんともってことは実はあるわけでしょ。だけど受講期間としては短いんですよね、やる期間としてね。で、彼は一体何をやったかっていう観点です。専業受験生ですかというと、そうではないんですね。ちゃんと仕事をやっていて受かっております。で、普通の会社ですよね、そこはね。で、問題じゃ何をやったかという点なんだけど、いつも言ってる点、ね、まあ、担当については8割を取るんだといつも申しております。8割は旧試験のボーダーなんですね。で、これ取るのは結構しんどい。で、これ取れるようになるならば、多分論文だって対応は多分できるんでしょうね。穴がないっていうところです。その本調査として、彼は過去問について10年分しっかりとやったと言ってました。10年分ですよ。で、皆さん10年分ってやっていますか？1年間の管理多分やっていないよね。で、3年分でもちょっとこれちょっと難しいとかね、ないしは5年分でも難しいのは一般的だと思うんですよ。でも10年分についてちゃんとやったと言うんですね。で、そうなると穴が全くないんですよ。この試験は穴があると落ちるんですね。学者になる試験じゃないので、穴がないことが一番です。で、そういう観点ではちゃんと10年もできたかっていうところがポイントになりますよね。まあ、これをやったんですね。あと担当アドバンス、これ何回も繰り返したと言ってるんですね。で、同じことの反復練習が一番です。あれもこれもってやるとできませんから、かえって長くなるんですよ、ね、よく言います。簡単にかるやり方はありませんか。そう聞いている方に限って長いんですね。そんなに簡単にやり方があるわけないんですよ。やったし、ちゃんとね、愚直にやるのが一番ということになるので、あとはちゃんとそれをできるかっていうところが一番、まあ、ポイントになるんでしょうね。例えばここに書いてあるように、過去問10年分やる、あるいは10回も繰り返してやる、ないしはアドバンスについて繰り返してやると、ね、で、さらに言うならば10回もやったというのであるならば、多分担当の回答例集見て解説多分読んだんでしょうね。それが多分書けるんですよ。で、そうなってしまうならば、多分担当を解いて論文書けるってことになると思うんですね。で、彼はずっとこれやっておりまして、担当試験までずっと担当専科だったかな。で、終わった後に論文数回だけゼミ行ったらしいんですね。そこで 3,4 回習ってなんとかとなったらしいんですね。まあ、これは本当のところです。となるならば、まあ、やはり担当8割取れるんだったら実際上受かりやすいんだは確かでしょうね。でもなかなかこれ難しいってことになります。ただ客観的でしょ。学術って論文ってバクとしてるじゃないですか。いいか悪いかって、なんだろう、採点官によって特に予備校違いますよね。でも担当違うではないですか。これをまず目指してしっかりとやっていきましょう。で、そうなるならば多分他の、なんだろう、講座2年目取んなくてもいけるかもしれません。ただそれができませんとかね、足りませんという人はぜひ2年目の講座も取っていただきたいと思っております、ね。まあ、これ一つのやり方だっていうだけでありますので、別にみんなに当てはまるわけではありませんからね。ただこれもこういうやり方があるんだということをご紹介したいと思って今日説明しただけであります。